三成は義継の助力によりなんとか推し城を攻略。秀吉も小田原城を攻め落とし、天下は平定された。だが義継は次の動乱も予感していた。秀吉亡き後、あの男が黙っているはずはないと。やがて秀吉が死ぬと義継の予感は的中する。徳川家康が徐々に豊臣政権を圧迫し始めたのである。三成は秀吉より託された世を守るべく挙兵、老練な家康に乗せられた形となった。家康の恐ろしさを知る義継は三成を制止したが、最後は友情にほだされ三成の軍勢に加わる。決戦前日、義継は軍師島左近と共に必勝の策を描く。関ヶ原の地でかけがえのない友を勝たせるために。盟友の将、関ヶ原の戦い。どうです、この夫人、なかなかのもんでしょ。さすがは島左近、三成はいい軍師を手に入れたものだ。お褒めに預かり光栄です。この夫人なら普通は勝てる。だが金が無気を、金吾中納言秀明さんが、あの者が寝返れば松尾山と1万5千の兵が敵のものだ。どうします。俺は松尾山の麓に陣取る。秀明に睨みを聞かせよう。お前は三成のそばで戦い、あの男を守ってくれ。義継さん、あんたどうしてそこまで殿に。昔俺は三成に救われ、奴は自らの命を顧みず何度も俺を救おうとした。どうしようもなく甘い男だ。三成が秀吉様の天下を夢見たように、俺は奴の天下を見てみたい。義継さん、今度は俺が救う番だ。時の流れには逆らえない。いらっしゃいませ。お買い得品、毎度ありがとうございます。ありがとうございました。俺の軍略披露しましょう。この戦必ず勝つ。はいはいと。秀吉様は気づいて、志を。
守ってみせる。ならば、そのお前の志を守ろう。命を捨ててもらう。流れがいつ覆されるかわからん。西軍が有利のうちに東軍を叩く。小早川から目を離すのは危険だ。しかも君、他の将に任せる。いつなりの受け並み拝見と言って、毛利の存続は我らにかかっている。島津と毛利、いつなりの再会が予想はしていたが、まずい。彼らは西軍の攻撃に見せつけない手段がない。よし、義経、やはり頼れるのか。東軍の戦力を削ることはできた。だが、そろそろ家康が仕掛けてくる流れか。義継の軍勢に俺も応えねば。この意気込むのは結構ですが、前線に飛び出したりしないでくださいよ。東軍増援に推進、西軍を押し戻してくれ。失うわけにはいかない。苦戦している将を誰か救いに行ってくれ。かたじけない。しばらく同行願えぬか。兵長、召し取りましたよ。負けてしまうとは。誰も失わぬ勝利を目指している。あの戦争で生きながら考えていきたい。手加減なしだ。大谷さんがこの手に陣取っている。願いを疑われる真似はできん。平気さん、黙らせてくださいよ。八丈山に向け大筒を放て。勝利を導きたい。
カドと俺はお前に連れてやれない。あとは仕掛けをご老じろっと。よし、すぐ勝負預ける。まだ死ぬなよ。敵将討ち取ったり。西軍を打ち返せ。また増援が現れたか。さすが家康、流れを確実に引き寄せている。今こそ伏兵の出番だ。手加減なしだ。なるほど、男が惚れる男だな。平気さん、黙らせときましたよ。そうだ、開門。よしすぐ、お前を死なせません。さっさと本陣に戻れ。総大将たる己の立場をわきまえろ。我を失えば西軍に勝利はないのだ。生きよ、生きて、義継ぐ。三成、まったく仕方ない。敵将討ち取りましたよ。まだだ。西軍一丸となって戦えば勝機はある。西軍一丸、本当の意味でそれを叶えるには始末と毛利を動かす必要があるな。よし、誰一人失わず家康を討つ。俺の目指す理想の勝利がそこに。またそんな甘いことを言っているのか。手放したくない。西軍の敵、まだまだ徳川干渉のため最善を尽くす。開門。手頃な敵が現れた。鬼島さん、言葉よりも戦で敵。毛利がどちらに味方して動くべきか、周辺の敵を除いて決めやすくしているか。本陣の守備に回るぞ。やれやれ、今のうちに潰しておかないと後が手こずりそうだ。
ろう。まさか東軍への内通は開門。になるって。うるせえ。てめえに何が分かるってんだよ。目をつぶって拳を振っても当たりませんよ。本当の喧嘩の仕方教えてあげましょう。敵将討ち取りましたよ。いい加減毛利も動かねば。えい、全軍、西軍に加勢せよ。進め。もはや御在庫は無用。総攻めにせよ。よい、ならば先方は本田平八が受けたまおう。開門。続けましょう。気になるぞ。お前は今生きて戻るぞ。ルールブルー数分は。そうでなくては面白くないよ。もはや後戻りはできぬ。毛利のためただ勝利する覚悟。無事で帰ってこい。
し上げます。東軍の一部が降伏してまいりました。お味方より戦勝祝いの使者が参っております。大谷義嗣様ご到着でございます。勝利の立役者が帰ってきましたな。ただいま三成。おかえり義嗣。